ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、富士山が噴火するかもしれないって話、知ってる？ああ、今年に専門家たちが、噴火のリスクがあると発表したんだよな。今にも噴火するってこと？いや、現時点で噴火の兆候はないんだぜ。安心したわ。富士山って、最後に噴火したのはいつなの？最後の噴火は、なんと300年も前だ。そんな昔なのね。なんだか火山について、気になってきちゃったわ。火山のことを教えてくれないかしら？いいぜ。それじゃあ今回は、海の底で燃え上がる世界の海底火山を8つ紹介しよう。それでは今日もゆっくりしていってね。まず最初に紹介する世界の海底火山は、カリブ海にあるキックエムジェニーだ。カリブ海って名前だけはよく聞くけど、いまいちよく知らないのよね。カリブ海はメキシコ湾の南に位置する、白く美しい砂浜が特徴のリゾート地だぜ。現代の人々に有名になったのはおそらく、某人気海賊映画や、テーマパークのアトラクションの影響だろう。カリブの海賊ね。ということは、カリブ海って本当に海賊がいたの？カリブ海の海賊は、16世紀頃から実在していた。1492年、新しい島を探すためにヨーロッパを出発したクリストファー・コロンブスは、想定より船旅が長くなり、不安になって船を引き返そうと考えた。その時偶然、新大陸を発見したことが始まりだったんだ。クリストファー・コロンブスって、初めてアメリカ大陸を発見した人でしょ？そうなんだが、アメリカにはそれよりもっと昔から、先住民が暮らしていたんだ。そのため、コロンブスが人類史上初めての発見者というわけではない。しかしスペインからやってきたコロンブスは、紛れもなく白人で初めて、アメリカ大陸を発見した人物だった。そういうことねー。スペインではアメリカ大陸の存在は、知られていなかったということよね。スペインどころかヨーロッパでは世紀の大発見とされて、ヨーロッパからたくさんの人々がアメリカ大陸に渡り、アメリカ大陸の植民地化が進んだんだぜ。もともと住んでいた島を植民地の支配者によって追い出され、当てがなくなった者たちは、海での生活を余儀なくされた。それで、海賊というものが生まれたってわけだ。海賊はもともと、海賊ではなかったのね。そんな歴史があるカリブ海だが、ここには小さな島がいくつもある。その一つであるグレナダ島から、北に5マイル進んだ場所の海底に、キックエムジェニーという活発な海底火山がある。5マイルといったら8キロくらいかしら？というか、海の中にも火山ってあるのね。海底火山は海底の中で噴火が起こるから、水の圧力によって大きな爆発にならないことが多い。だからあまりニュースにもならないのね。しかし噴火を繰り返すと、噴き出したマグマが海底に溜まり、水の中に山ができるんだ。それが海底火山の正体なのね。山がどんどん海面に近づき海面が浅くなると、噴火した時に大きな災害になってしまう場合がある。災害って、マグマが飛んでくるとか？キックエムジェニーの噴火が、初めて記録されたのは1939年。この噴火によって、なんと2メートル弱の津波が発生してしまったんだ。2メートルの津波って、家が流されちゃうくらい危険な高さよね。もしかして山が、海面ギリギリまで高くなっていたとか？キックエムジェニーの山頂は、現在でも海面から185メートル以上は低いそうだ。185メートルと言われてもピンとこないんだけど。そうだな、大阪梅田ツインタワーズノースや、渋谷ヒカリエが高さとしては近いビルになる。それじゃあ、結構海面からは離れていたんじゃない？それでも津波が起きたというのね。この程度の深さでは足りなかったのだろう。この後、初めて記録された年から約60年の間に、12回以上も噴火は続いた。かなり活発ね。最後に噴火したのは2015年の7月24日だ。結構最近じゃない？津波の被害は大丈夫だったのかしら？この時、警戒レベルはオレンジになり、1時間ほど警告が続いた。オレンジって危険なの？危険度で言うと、上から2番目に危ないという意味だ。しかし水面には何も起きず、警戒レベルは下げられた。何もなくてよかったわ。それからは警戒レベルは引き下げられたままなの？いや、2018年にまた警戒レベルが、オレンジになったんだ。被害はなかったが、いつ噴火してもおかしくないということだな。この辺りに住んでる人は、心休まる暇がないわね。二つ目に紹介する世界の海底火山は、マヨット島の大噴火だ。マヨット島？なんだかマヨネーズみたいで美味しそうね。マヨット島はインド洋に浮かぶ小さな島だ。マダガスカルの近くにあるんだが、実はフランスの領土なんだぜ。フランスって、かなり距離が離れているんじゃないの？これは海外領土といって、ヨーロッパ以外に有する領土なんだ。初めて聞いたわ。海外領土は他にもあるの？フランスは全部で13もの地域を有している。この辺りの島は独立国家であるコモロ連合のため、フランスにマヨット島の返還を求めているんだ。
そんなマヨット島では2018年に、奇妙なことが起こったんだ。奇妙って?沖合で1ヶ月以上にわたって、うなり声のようなものが聞こえたという。うなり声。まさか怪物とかじゃないわよね。正体は地震による低周波音だったんだが、この間マヨット島では異常な数の地震が観測された。異常な数って、何十回とか?いや、なんとその数は7000回を上回ったんだ。7000回?そんなことあり得るの?さらに同年の5月には、一番揺れが大きかったマグニチュード 5.9 を観測している。日本は地震大国と言われていて、他の国より地震に慣れていると思うけど、この数はさすがに異常よ。マヨット島の人は、地震とうなり声を聞きながら生活していたというの?そのようだな。しかもこの地震は、ただの地震ではなかった。マヨット島から35キロほど離れた海底で発生していた地震は、マグマが活発化していることによって、起こっていたんだ。つまり新しい活火山が、作られようとしているってことかしら?その通りだ。実際に2019年5月には、活火山が形成されたと記録された。それは長さ 5km、高さは 800m にも及ぶという。すでに大きいのね。しかもこの活動でマグマが流出し、地下深くに空洞ができてしまった。そのせいでなんと、マヨット島が約18センチも沈んでしまったんだぜ。島が沈んじゃったの?それって大丈夫なのかしら?巨大地震などのリスクは出てくるな。この一連の出来事は、わずか半年の間に起きたらしい。島の人たちは大変だったわね。さすがにこれほどの地震が起きれば、みんな火山のことに気がついたのかしら。それが、まさか海底でそんなことが起きているなんて、誰も気がつかなかったようなんだ。マヨット島はそもそも火山島なんだが、最後に噴火したのが4000年も前だから、住んでいる人も噴火のことを、忘れているのかもしれないな。近くに核火山がある可能性を、忘れてしまったのかもね。それだけ平和ということでいいじゃない。しかし先ほども言った、巨大地震のリスクに今もさらされているから、気は抜けないんだぜ。それについては、何か対策をしたいわね。三つ目に紹介する世界の海底火山は、地球上で最も深いところにあるウェストマタ火山だぜ。太平洋にあるサモア諸島から、西南に220キロ離れた場所の水深1200メートルに、ウェストマタという海底火山が存在する。1200メートルって深いんだろうけど、あまりよくわからないわね。多分人間が潜れる深さじゃないことはわかるわ。生身の人間がスキューバダイビングなどで潜れる水深は、30メートルほどだな。ちなみに世界で一番深い水深は、フィリピン沖のチャレンジャー海淵だ。名前からして一番深そうだわ。その深さは1万メートルを超える、1万920メートルだという。規模が大きくなりすぎて、余計わからなくなったわ。日本の水深はどのくらいなの?日本で最も深い水深は、駿河湾の2500メートルだな。伊豆半島の駿河湾ね。ここは日本三大深湾とも言われている。そういえば、よく言われる深海って何メートルからなの?深海は水深200メートル以上のことを言うんだぜ。なんだか今までの話を聞いていたら、200メートルが浅く感じるわ。そんなことはないんだがな。ウェストマタはこれまでに噴火した中で、最も深い水深にある海底火山なんだ。高さは2900メートルでとても高く、2008年に発見された時に近隣の火山も一緒に発見された。何十年も昔に見つかったわけじゃないのね。巨大な火山のため、もしこれが陸地にあったら、とんでもない被害をもたらす可能性があったと、懸念されたりもしたんだ。確かに海底で水圧があるから、規模が小さく済んでいるのよね。水の中にある火山は、心配いらないってことかしら。そう思うだろう?何か問題でもあるの?霊夢は福徳岡ノ場という、海底火山を知っているか?初めて聞いたわ。日本の海底火山かしら?福徳岡ノ場は小笠原諸島の近くにある海底火山で、1986年までに少なくとも7回の噴火を確認している。その後も幾度となく噴火していたが、この辺りは火山活動が活発な上、近くの島でも300メートルは離れているからか、調査もされず謎に包まれた火山だった。しかし2021年8月、日本で過去100年の間に起きた噴火の中で、最大規模となる大噴火を起こしたんだ。謎の火山が急に大噴火してしまったのね。でも、それで何か影響はあったの?大噴火といっても海の中でしょ?それがこの噴火のせいで、沖縄の海は軽石まみれになってしまったんだ。この大量の軽石は、1000キロ以上離れた沖縄諸島や奄美諸島の海岸にまで流れてきたんだぜ。それってつまり、漁業に大ダメージよね?その通りなんだ。大変だわ。他にも2022年には日本から8000キロも離れた、トンガの近くで噴火が起き、同じく漁業に大ダメージがあった。8000キロも離れているのに、養殖の稚魚は大量死し、漁業設備の破損も見受けられた。めちゃくちゃじゃない。
ちなみにトンガとウェストマタはかなり近いぜ。ウェストマタが深い水深にあってくれてよかったわ。四つ目に紹介する世界の海底火山は、ロイヒ海山だぜ。ロイヒ海山？ハワイから35キロ離れた場所にある海底火山なんだが、現在はカナロアの赤みがかった子供という名称に変わっている。随分長い名前に変わったわね。どうやらハワイ神話研究者によって、神の子供である島が、この島ではないかという可能性が浮上して、2021年に名称を変更したらしい。そうやって名前を変えてしまうものなのね。私は長いからロイヒ海山と呼ぶわ。それで、この火山は古くからあるものなのかしら？ロイヒ海山はこの辺りでは新しくできた火山だ。火山島に成長しつつある海底火山で、1万年から10万年後頃には海面から顔を出すと予想されている。随分と先ね。私は確実に生きていないわ。私もだ。今の話を聞いたら若い火山だと言っても、形成され出したのは何百年も前でしょうね。何百年というか、ロイヒ海山が形成され始めたのは、約40万年前だぜ。予想よりはるかに昔だったわ。ロイヒ海山は若い火山だと言っても、近くの火山に比べると火山活動はあまり行われていない。最大の活動は1996年7月16日から、8月9日までに起きた群発地震だ。群発地震って？狭い震源域で、断続的に地震が多発することだ。ロイヒ海山はこの時、4070回もの揺れを観測した。すごいわね。常に揺れているじゃない。しかしこの時以来、すっかり静かになってしまい、2002年からの2年間は全く地震活動がなかったんだ。1996年に揺れすぎたのかしら。しかし2005年には5月にマグニチュード 5.1、7月にはマグニチュード 5.4 の、大きな地震を立て続けに起こした。さらに同年12月から翌年1月にかけて、100回もの群発地震が発生したんだぜ。一気に活発になって、その後は沈黙を繰り返す火山ね。その後も静かなんでしょ？2005年以来また静かな状態だな。なんだか面白い火山ね。また何年かしたら、活発に動き出しそうだわ。5つ目に紹介する世界の海底火山は、アラスカに隠された火山だ。アラスカといえば、ハワイと同じく本土から離れている地域よね。しかもカナダを挟んで、ロシアの隣にあるし。よく知っているな。アラスカは元はロシアの植民地だったんだ。戦争とかで、アメリカが手に入れたのかしら？いや、クリミア戦争後に財政難などの理由で、アメリカにアラスカを売却したんだぜ。アラスカを売ったの？この時の話をまとめたアメリカの政治家は、国民から無駄金はたいて、巨大な冷蔵庫を買った男、と悪口を言われた。それって悪口なの？なんかちょっと面白いわ。しかしアラスカには豊富な資源があり、さらには金鉱まで見つかったんだ。悪口を言われていた政治家には、もう何も言えないわね。霊夢はアラスカが寒い地域なのは、知っているか？なんとなくだけど、そんなイメージはあるわ。でも年中寒いと思っている人がいるけど、ちゃんと夏はあるんでしょ？30度を超える気温で、ちゃんと暑くて短いが夏はあるぜ。代わりに冬は極寒だ。冷え？しかしアラスカでは石油やガスの値上がりで、石油配当金というものがあるんだ。どういうものなの？アラスカの住民は漏れなく全員、1年分の石油配当金が配られる。それって毎年？ああ、毎年額は違うが、10万から30万弱の小切手が渡される。羨ましいと思ったけど、それほど寒くて石油代がバカにならないということね。そんな極寒のアラスカにも、海底火山が発見されたんだ。海底火山で暖かくなればいいのにね。見つかったのはどんな火山だったの？なんと1万年もの間、活動をせずに眠り続けた火山だったんだぜ。1万年も？しかも水深のかなり浅いところにあるみたいだ。それってもし、活発に活動しだしたら危ないじゃない。周辺の地域に被害が及ぶだろうな。見つかったのはこれだけではない。さらに別の核火山を発見した。その火山は水深はどのくらいなの？先に見つかった火山と違い、海面から900メートル以上離れているようだ。今のところ被害はないようだから、安心していいぜ。それはよかったわ。ただ、1万年も休んでいる火山が気がかりね。そうだな。急な大噴火が起こらないように祈ろう。6つ目に紹介する世界の海底火山は、アキシャル海山だ。これはオレゴン州にある、世界で最も活発な海底火山の一つだ。オレゴン州って言ったら、太平洋岸のアメリカ北西部にある州でしょ？美術館や、アウトドアができるスポットが有名よね。ここには、どんな海底火山が隠れていたのかしら？アキシャル海山は海面から5キロ弱離れているんだが、2011年の大きな噴火で溶岩液が発生し、48キロもの距離を流れていったんだ。この時、群発地震が8000回も観測されている。すごい数の地震ね。酔っちゃいそうだわ。
研究者たちは2011年とそれ以前の1998年の噴火から、噴火の予測ができないかと考えた。彼らは早速、水中ロボットを用いて調査に動いた。圧力計を使った海底の膨張と収縮や、水中音波の解析などをした。それで何かわかったの？アキシャル海山が噴火に至るまでに、海底が少しずつ膨張したことがわかった。この膨張で、1年に高さが約15センチ上がっていった。高さが上がると何かあるの？1998年に噴火した時の高さまで上がれば、また噴火が起こると予想したんだ。以前に設置していた観測装置を海底から回収し、研究チームは噴火予知は非常に難しいが、活発なアキシャル海山は比較的予知しやすいと、結論付けたんだぜ。その後、結局予知は成功したの？こういった研究ってとても時間がかかるから、まだまだ難しいのかしら。いや、研究チームはすでに予知に成功している。え、本当に予知できたの？2014年にアキシャル海山は、2015年中に噴火が起こると予想。そして翌年2015年に、実際に噴火したんだ。すごいわ。そんな早く予測可能になっているなんて、今後の噴火時期の予想に役立てられることになり、研究は大成功を収めた。でもこれって、海底火山に限りってことよね？ああ、陸上の火山はまた別だな。それに比較的活発な、アキシャル海山だからできることだ。何百年、何万年と眠っている火山は難しいだろう。地上の火山には、まだビクビクしないといけないのね。七つ目に紹介する世界の海底火山は、マルシリ海山だ。マルシリ海山はイタリアのナポリから、175km 離れたテレニア海にある海底火山だ。ナポリは、ミラノやローマに次ぐイタリアの首都ね。この火山はとても巨大でシチリア島にある、ヨーロッパで最も高い核火山のエトナ山よりも大きい。そんなに大きいの？幅30キロ、長さ70キロの大物だぜ。ちなみに海面からはどのくらいなの？450メートルほどだ。それなら、そんなに浅くはなさそうね。マルシリ海山は今まで、研究チームが大規模な研究を行ってきたんだ。マルシリ海山が大きいから、何か研究したい魅力でもあったのかしら？マルシリ海山は噴火で、大量のマグマを突然噴出する。そうするとイタリア周辺で、壊滅的な津波が起こると発表されたんだ。そうなの。それは恐ろしいわ。さらには比較的壊れやすい壁と、密度の低い不安定な岩でできているため、いつ崩壊してもおかしくないそうだ。それにいつ噴火が起きるか、わからない状態だという。マルシリ海山はかなり危険な状態じゃない。いつ噴火してもおかしくないといえば、富士山もずっと噴火してないのに、リスクがあると言われているのよね。富士山が最後に噴火したのは300年前で、世間の人は噴火するなんて思っていないかもしれないな。富士山って今まで、17回くらい噴火していたんだっけ？そう言われているが、6000年ほど前から計算すると、180回以上噴火しているんだぜ。え、たくさん噴火しているじゃない。これは30年に一度のペースで、噴火していることになる。それで300年も噴火していないと言ったら、逆に怖いわね。もし富士山が噴火したら、どこに逃げればいいの？被害があるのは東京、神奈川、千葉、静岡だ。これは風の影響が大きいな。それ以外の地域にはほとんど影響はない。それじゃあ安心って、その地域に住んでる人はどうすればいいの？そうだな、埼玉や茨城に逃げることを勧めるぜ。わかったわ。もしものために、埼玉と茨城にポテトチップスを買い込んでおかなきゃ。そんな時でもポテトチップスなのか。八つ目に紹介する世界の海底火山は、エクスプローラー海山だ。これはカナダ最大の海底火山で、バンクーバー島にあるエクスプローラー海山だぜ。そんなに大きいのかしら？大きさは1200平方キロメートルにもなり、バンクーバー市よりも大きいんだ。バンクーバーって確か、暖かくて過ごしやすいのよね。夏は涼しくて、30度以上の真夏日になることはないみたいだな。ただ冬場は雨が多いみたいだぜ。ええー、冬に雨が降ったら、風邪ひいちゃうわよ。それよりエクスプローラー海山の、海面の距離が聞きたいわ。毎回海面からの深さを聞くよな。だって浅かったら怖いんだもの。確かにな。エクスプローラー海山は海面から、830メートルもあるからかなり深い方だ。ちなみに海底からの高さは2500メートルにもなる。さらにここ周辺のプレートは、プレート中心を拡大させているという。よく火山とか地震でプレートって出てくるけど、一体何なの？プレートは地球の表面付近で、冷たく固まっている岩石のことだ。プレートは冷え続けると、縮んで重くなり地球に沈み込んでいく。そして沈み込み口には海溝ができ、プレートは海溝に向かって引っ張られていくんだ。なんだか難しいわね。ちなみに海溝より浅くて広いものを、トラフと呼ぶんだぜ。よく聞く南海トラフとかって、そういう意味だったのね。研究チームはエクスプローラー海山を2週間しっかり調査し、
4時間の潜水に及んだ。そこには珍しい生物がいたんだぜ。どんな生物がいたの？まるでスポンジのような見た目の海面動物がいたんだ。海面動物ってスポンジみたいなものが多いから想像できるわ。あそこにボディ用スポンジを混ぜてもわからない自信があるわ。確かに、何回そうだな。次までに海面動物を見分けられるよう修行しておくわ。ということで今回はここまでだ。海深くに立派な山があったことに驚いたわ。しかもこの海底火山によって地震が起きていたなんて知らなかったわよ。火山が大噴火するとたくさんの被害が出てしまうということがわかったよな。ええ、それに群発地震の数にはびっくりしたわ。短期間で7000回とかの地震が起こる生活は考えられないぜ。今回の解説はこれにて終了だ。ご視聴ありがとうございました。